ハーラル・ヌーギーセクスは、エストニア出身の軍人。第二次世界大戦中、ナチスドイツの武装親衛隊に参加し、エストニア人義勇兵部隊である、第 20SS 武装的弾兵士団の一員として、戦った。彼は、騎士十字章を受章した4人のエストニア人義勇兵の一人で、ある。1921年、ヌーギーセクスは、エストニアのイルバ県、サレベレに生まれた。 1941年7月には赤軍からの召集を拒否し、8月にドイツ国防軍に志願した。その後は自警団にも参加した。10月2日には第185エストニア保安隊に配置され、1942年12月に除隊。1943年武装 SS のエストニア軍団に志願する。9月には SS 歌士官学校を卒業し、 SS 号長となる。1943年には、ネベリ近くの戦闘にて負傷し、12月21日には、国色戦勝賞と、不評突撃賞を受賞する。戦闘終結後の1944年2月27日には、二級鉄十字賞を受賞する。1944年には、ナルバの戦いにおける2月15日から28日に、かけての攻勢に参加した。 彼の所属した第 46SS 武装的弾兵、連隊第1大隊は攻撃の折に、ほとんどの将校が戦死したため、歌手間だったヌーギセックスが事実上大隊の構成を指揮したのである。ヌーギセックスは、地雷原を越えて敵残号への突撃を勧告するにあたり、すぐに手榴弾を補充できるように手榴弾を満載したソリを兵士に引かせていた。 大量の手榴弾を投擲された残酷は段階的に制圧され、やがて共闘法は北側からの圧力に屈したのである。これらの選考から彼は3月7日に一級鉄十字章を、4月20日に騎士十字章を受章した。騎士十字章受章後、ヌーギセックスは国防軍軍法に名前を載せたほか、シグナル氏でも特集記事が組まれた。 こうした扱いの背景には、占領地エストニアの SA 最高指導者、カール・ジーク・ムントリッツマンによる個人的な働きかけがあったとされる。ヌーギセックス自身は突撃時に重傷を負ったため、南チロルの陸軍病院にて入院生活を送っていた。入院生活の最中、ヌーギセックスは自分や戦友の扱いに腹を立てて赤十字看護師らと衝突し、降格された。 9月、ソビエト連邦がエストニアへの侵攻を開始し、この時にヌーギセックスの自宅も破壊された。10月、ヌーギセックスは退院し、ノイハマ・アムクアイスに手師団に復帰する。1945年5月7日、チェコパルチザンによって逮捕され、捕虜収容所に送られる。3度脱走を試みたが、いずれも失敗し、間もなく、身柄をソ連に引き渡され、12月には、 シベリアへ追放された。1946年11月10日には一度、解放されたものの1947年2月13日に、再び逮捕され、労働収容所での懲役10年間が課せられた。1953年9月17日、特赦に基づき釈放されるが、それからも数年間シベリアで暮らし、1958年にエストニアへの帰国を果たした。 1970年代には、自らの手で家を建て、以後は、家族と共に、そこに暮らした。1994年2月21日、エストニア国防軍のアレクサンデル・エエンゼルン少将は、ヌルギセクスに、エストニア陸軍隊員の称号授与を決定した。1999年、エストニア人、騎士十字章受賞者の一人であるアルフォンス・レバネの、改装式を政府が取り行い、 ヌーギセックスもこれに出席した。2008年10月、エストニア国民4229名の署名を受けて政府はヌーギセックスにエストニア市民功労勲章を授与した。2014年1月2日、死去。ありがとうございます。